うわ、すげー。すいません。はい。はい、おはようございます。カッパパです。ここはね、金時ゴルフ練習場って言ったから。はい。今ね、時間は6時40分ぐらいですね。もうね、駐車場は、もう半分ぐらい埋まってますね。ということでございまして、今日は金時山を登ります。はい、これがね、有名なエヴァトイレ、エヴァンゲリオントイレ。さっきね、使わせていただいたんですけど、ものすごく綺麗でね、清潔でした。正直言ってね、箱根の山登るって多分ね、初めてだと思うんで、今日ちょっとすごい楽しみなんですよ。で、東名をね、まあ、海老名過ぎて、でしばらく走って、でだんだんこう富士山が見えてきたんですよね。で真っ白でね、まあ、僕もカブママもね、車の中でおおって思わず言っちゃったんですけど、まあ、それだけでね、今日金時山の山頂から、まあ、どれぐらい綺麗な富士山が見れるかっていうのが、まあ、ものすごく楽しみにしてるところですね。もしかしたらね、ちょっとガスってるんで見えないっていう可能性もあるんだけど、まあその時はその時でね。あ、こっから金時神社に入るんだ。あ、立派だねこれ。なんでね、あれがクックドゥドゥルドゥって言うんだかよくわかんないんだけど、まあ頑張って泣いてますね。なんでワンワンをバーバーって言うんだかよくわかんないけどね。はい、じゃあ金時神社のこっち側ね、右側を登っていくようですね。おお、いいね。いきなりザ登山道って感じで。こんな感じなんだ。お、なんだよこれ。あ、すんごいいい道。金時神社、仙石原。こっち金時さんですけど、いい道ができてんじゃん。うん。よーし。お、いいね。都会の山、山頂にトイレがあるんだよ。栃木の山、山頂のトイレねえからな。おお。これ水垣山の桃太郎岩みたいなもんね。
金時宿り石、よいしょ、うわよし、日が出てきたね。いやー、山登って初めて太陽を見たよだんだんね、空が青くなってきました。よかったよ。あとこの先が分岐だね。まあやっぱり最終的には天気予報通りになるというようなことなんですけど、はい、7時50分、仙石原の分岐ですね。こっちがね、金時山の頂上ね。で、帰りはね、ここぐーっと下って、仙石原の方に、降りていきたいと思うんですが、これすごいね、箱根が上からね、ボーンと見下ろして、あの大涌谷の黙々もよく見えてるし、帰りが楽しみですね。はい、じゃあね、山頂に向かいます。おいいね、良くない、ちょっとごめん、この坂登るとね、多分山頂だと思う。だいぶ登ってきたな。はい、8時18分。空が広がってきました。おお、おお、ここか。こっちが箱根ね、こっちがこっちの御殿場なのかな。はいはい、山頂ですね。おお、はい、金時山山頂です。あ、こっちは公衆トイレで、お茶屋があります。
ちょっと隠れてるけどね、素晴らしいね。うわ、すげー。はい。あのネギとね、両方進めてあります。はい、ありがとうございます。はい。うわ、すげーこれ。うわ。うわ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 。すごいよ。これすごい。銀河曇ってる。ああ、マヤさんうまいよ。はい、9時16分ね。もう3密になってきましたんで、なめこも美味しかったしね、うん、最高。いい情報みんなありがとう。まあいい時に登ってね。美味しいなめこ汁食べました。それでは今ね9時20分ですね。いくつかね降りながら仙石原を見れるルートということで、こちら通って駐車場まで戻ってきたいと思います。いやね、初めての山だったから、まあ情報不足っていうのはあったんだけど、思ったよりね、疲れちゃった。ツイッターでね、なんかいい情報あったら教えてくれませんかっていうふうに呟きましたら、本当にもう正確でね、しかも役に立つ情報をね、もう皆さん教えてくれてね、本当それすごくありがたかった。山頂にね、小屋があるってことは知ってたんで、まあなんかあったかいもの食べれるなと思ってたんですけど、あの、キノコ汁は食べないとダメよというお話だったんで、すごく美味しかったです。あんなでかい丼だと思わなかった。はい、9時38分、山頂からね10分ちょっとしか降りてきてないですけど、ここで仙石原の分岐ですね。あの、来るときはねこっちから来た、で帰りはここ降りてきます。展望が広がりましたね。イエーイって感じじゃないこれ。
分岐に出ました。コンクリートの道が続いてるんだけど、仙石原はこっちですね。はい、なるほどね。仙石原から上がってきたときは、今株間がね降りてきたところを登ってきます。はい、10時28分ですね。はい、これは何、県道、国道、はい、出ました。で、駐車場はこっちだね。ね、向こうだね。はい、じゃあ駐車場に向かって戻ります。だいたいね、こっから20分ぐらいということですね。はい、10時37分、金時神社の入り口、まあ、ゴルフ練習場のとこですね。戻ってきました。いや、なんか道路歩いてる方が疲れたね。はい、ということでございまして、金時さん、いや、良かったですね。まあ、景色も良かったし、キノコ汁も良かったんだけど、やっぱり、まあ、ついともさんにね、まあ、アドバイスっていうかフォローしていただいて、まあ、最高の登山ができました。はい、ありがとうございました。カババでした。